アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、では今日はペケコさんね、はい、どういうお悩みかな。はい、私の悩みというのは、うん、私の周りの人って結構売れてて、うん、それに比べて自分はあまり売れてないので、ちょっと引け目を感じてしまうんですよ。それが悩みですね、うんうんうん。でも自分の中に、うん、比べる要素がある？収入もそうですし、うん、もう見た目とか、うん、人気があるかとか、うん、どんなお仕事してるかとか、うんうん、なんか人間関係、いい彼氏がいるとか、うんうん、なんか家がリッチとか、うん、そういう全てを気にしちゃいますね、うん。じゃあテキコさんから見て、はい、じゃあお友達よりも自分が、はい、あ、これは勝ってるなって思っているところはありますか？勝ってるところですか、うん、特にないです、うん、なんかでもうん、周りの人がすごく親切にしてくれるよとか。確かに、うん、そう、人にはすごい恵まれてると思います。周りが売れてるっていうのもそうなんですけど、うん、すごい周りの人には恵まれてるっていう気がします、うん、はい。じゃあそれもね、一つの豊かさです、うん、あ、なるほど、うん、お金の豊かさだけではないので、はい、いろんなところにね目を向けていってください。はい、はい。でね、そこから自分の、はい、たくさんのね愛をね、はい、周りの人に送ってください。はい、はい、うん、うん、そうすると、はい、豊かさが返ってきます。なるほど、はい。はい、それでは今日の、はい、処方箋になりますね、はい。比べるのは昨日の自分と今日の自分、小さな成長にも気づける自分になる。はい、じゃあこちらね、はい、今日の処方箋になりますので、はい、何か比べてしまうなって思った時に自分でね、はい、これを読みながら見直してください、はい。ありがとうございます、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。